プロバスケットボール B2 プレーオフに進んだ山形ワイバンズは、明日から準決勝で滋賀と対戦します。初の準決勝進出で士気が高まるチームを取材しました。昨日最終調整を公開した山形ワイバンズ。プレーオフ準々決勝で福岡に逆転で勝利し、チーム初の準決勝進出を決めました。まあ、プレーオフの初めてこうセミファイナル進んでっていう、まあ、一つこう新たな、ね、チームの歴史を刻んだわけで、本当今シーズンはそうやってさまざまなチームの記録っていうのをこう更新できて、もう非常に嬉しいですし、本当にこの選手たちは本当にもうよくやってると思うし、はい、もう非常に誇らしいです。準決勝の相手は西地区1位の滋賀。レギュラーシーズンで4戦4敗だった相性の悪いチームです。しかし選手たちはシーズンとプレーオフは全く別と言い切り、自分たちのバスケットをすれば勝てない相手ではないと意気込みを見せています。常に強気にプレーをし続けて、やっぱり完全にアウェーになるのはもう予想されるので、まあ、そういった空気感の中でどれだけチーム一丸となってプレーできるかっていう。すごいインサイドが強いチームで、まあ、僕たちも特に、まあ、苦手としているようなタイプのチームなので、そういったところでは相手の強みをできるだけ抑えて、自分たちの強みを出すっていうところを意識してやっていきたいと。この日の最終調整でも守備の連携やポジショニングを念入りに確認していました。ファイナルに進むということは、まあ、自分たちそのまた新たな歴史を刻むこともできますし、自分たち自身にも自信が持てる試合になってくるので、完全アウェーの空気感を楽しみながら、滋賀戦を戦っていきたいと思っています。準決勝は2戦先勝方式で、明日から滋賀県大津市の滋賀ダイハツアリーナで開催されます。